始まりました。トンポンチャンネル。大城です。涼星です。はい、お願いします。さあ始まっていきましょう。五。何？何のカウントダウン？というか始まりましたけれども、今日は何やるんですか？今回は、まあ僕がやらせていただきたいもと思っている企画でございます。もうなんか嫌な予感しかしないわ。さあ今日は何ですか？罰ゲームで三本勝負！意味わかんない。その名の通りです。罰ゲームを対決にする。はい。そして、この罰ゲーム三本勝負日本選手です。負けた場合、負けた方は、うん、罰ゲームです。多いって。多いって。負けた方罰ゲームです。なんで罰ゲーム対決やって負けた方罰ゲームやんの。ちょっと横幅取ります。ねえ、罰ゲームです。どうなるんだよ。じゃあ早速行きましょうか。早いなぁ。一本目の勝負。何ですか？行ってまいりましょう。はい、地獄へ、どうぞ。こちらクラッカー、今紐で結んでおりますけれども、はい、こちらを口に加えていただいて、口？はい。綱引きのように引いてもらいます。で、こちらがクラッカーが破裂した方が負けです。という、罰ゲーム。ほんとちゃんと罰ゲーム対決、罰ゲーム対決がまあその勝負ですから、いやちゃんとの1本目です。あー、これをやるんだ。はい、まあ真似はしないでください。これはもう特殊な訓練を受けています。この人も受けています。受けた覚えますか？受けた覚えこそないけど。受けた覚えありますか？ないっす。いいですか？対決なんでしょう。僕は勝ちます。よし、分かりました。じゃあ対決よーい、スタート。あ、もう一回ですね。なんでよ。まず開いてないです。開いてないんで。え、知ってます？何？ルール、公式ルール。知らないよ。公式なんてないと。クラッカーって普通の中にありますよね。うん。これ、あの、途中で話してるんですよ。これあなたのは、もう一回です。これ、出てるんですよ、普通。こうやって。じゃあ何が正解なの？これ出なきゃダメです。出なきゃもう口の中で出なきゃダメ。出なきゃダメです。何回でもやります、これは。はい。よー。スタート！なんで？僕の勝負。熱々コーヒーで、肺活量勝負！熱々コーヒー。こちら、ちょっといきますか。マジで熱そうじゃん。こんな感じ。湯気すごいよ。こちらの長い、ストローあります。こちらストローに熱々のコーヒーを真ん中に入れて、うん、それを吹き合って、肺活量を、自分の肺活量を持ってして、相手にコーヒーをぶちまけるという。で、負けたの罰ゲームと優勝のシステムになっています。そこはちゃんとね、はい、対決です。はい。いきます。じゃあ、いきますよ。で、また寝ます。熱っ。熱いよ。熱っ。熱いよ。いきます。熱いよ。いきますね。では、加えてください。発量対決。スタート！3本目の勝負なんですけども、はい、ロシアンわさびで、こちらに今あの2つのわさびが、わさび玉があります。いや、普通逆じゃない。え、いや、お寿司のわさびとかだと
お寿司の中にわさびが入ってて、それが多いみたいな。まあ、そう思う。もう、でもそれは、いいですよね。それはそれで。でも僕はもう考えました。わさび玉が2つあります。わさび玉って、はい。で、1つは、うん。わさびの中に、チョコレートが入ってます。逆なんだってなります。わさびの中にチョコレートが入ってます。何それ？甘さで緩和して、まあ、こちらは当たり。で、純度 100% のわさびがこの中に1つあります。それが、ハズレです。その純度 100% を当てた方が。どっちもハズレなの。わさびだから、辛いからどっちにしろ。楽しみです。マジ意味わかんねえ、これ。なんで普通にわさび食わなきゃいけないの？この中にチョコがね。うわ、チョコ。すごい量だよ、これ。頼む、チョコ入ってて。お願いします。頼む。チョコで顔は。お願いします。せーの。終了しましたけど、結果を発表していきたいと思います。はい、負けです。むちゃくちゃだけどな。負けました。なので、僕には罰ゲームをやってもらいます。他人事みたいに。まずわさびいきます。わさび、じゃあもう全部一気にいきます。わさびを口の中に入れまして、はい、で3、2、1。